b o c t o b e と接続する各鉄道の路線ズボルチモアハイオシカゴターミナル鉄道は1910年から1986年の間アメリカ合衆国に存在した鉄道事業者である。シカゴ周辺に展開し各鉄道会社がグランドセントラル駅にアクセスするためのルートとして機能していた。現在は CSX トランスポーテーションに吸収されている。 グランドセントラル駅1886年、ウィスコンシンセントラル鉄道が、同鉄道を、ウィスコンシン州、ホレストパークに乗り入れる路線を建設するために、新たに、シカゴグレートウェスタン鉄道を設立した。そして、グランドセントラル駅を建て、1890年より、駅の営業を開始した。百八十七年七月、ノーザンパシフィック鉄道の子会社、 シカゴカルメットターミナル鉄道が、アッチソンとピカサンタフェ鉄道のイリノイ州、マクックと南から南東のインディアナ州ハモンドとを結ぶルートを作り、ボルチモアハイオ鉄道とも接続するなどして、シカゴエリアのいくつかのターミナル業務を統合した。1890年、別の NP の子会社は、C&GW やシカゴエリア内の WC の路線を買収し、 シカゴノーザンパシフィック鉄道に統合をした。翌月、w C は自社の組織を NP にリース。両社が一つの鉄道組織として運営されたことで C&NP と C&CT は互いに連携し、相互に乗り入れを始めた。w C と NP の間でのリース契約は1893年の強行まで続いた。その時点で、 WC はリースから解放され、C&NP は再び WC のコントロール下に入った。しかし、経済的な加工が長引き、C&NP は同年10月に倒産した。1897年7月、新会社シカゴターミナルトランスファー鉄道が WC から C&NP を購入。同年、CTT は C&CT と合併した。 WC はもはや、シカゴと直結していなかったため、1899年までと1912年から1965年まで、その路線を利用して、グランドセントラル駅に乗り入れていた。B&O は、C、C&CT とサウスシカゴで接続した1892年から、グランドセントラル駅を利用していた。1903年には、ペアマーケット鉄道が、 ポーターまで開業し、同線を使用して、グランドセントラル駅まで運行した。1910年1月6日、ボルチモアオハイオシカゴターミナル鉄道が強制執行で CTT を購入するために設立され、B&O はグランドセントラル駅と両ターミナル鉄道のシステムをコントロール下に置いた。B&O クトーバーはシカゴ都市圏において、 戦略的な位置に路線を持っていた。ミネアポリスセントポールスーセントマリー鉄道とシカゴグレートウェスタン鉄道には、ホレストパークでの接続と、鉄道利用券、すなわちグランドセントラル駅へのアクセスを提供した。PM と B&O も、また B&O クトーバーを利用して同駅へ乗り入れた。ありがとうございます。